ベネズエラのゴールデンボーイの登場です。122パウンドの契約ウェイトで行われます6回戦、こちらがベネズエラのホルヘ・ニナネス17歳、対する青コーナーはタイのチャワンソー・ワラピンです。ニナレスはアマチュア時代150戦144勝6敗というレコードを持っています。第1ラウンドのゴンが鳴りました。白いトランクスがベネズエラのホルヘ・リナレス17歳、一方赤と黒のトランクスがタイのチャワンソー・ワラピンです。リナレスはプロはデビュー戦は1ラウンド45秒、韓国の選手相手に左のボディ一発で試合を止めています。まずは慎重の立ち上がり、左をしっかりとついていきます。左のフックも出返していきます。この左のフックをボディに当ててデビュー戦は勝利を飾って KO 勝利を飾っているリナレスです。左のボディから右のストレート、この攻撃パターンを得意にしているリナレスです。相手を狙うようにしっかりとその顔面を見せています。体を振って距離を詰める、右のフックを見せていたのはワラピン、左を打ちました。右、リナレスの右、速いパンチを見せていきました。右構えのリナレスです。速いジャブからステップしていきます。まだ17歳です。去年の8月に17歳になったばかりというリナレス、左フック右、左のフックまで当てていきました。このボディだけでも十分に相手を沈めるだけのパンチ力になります。デビュー戦は左のボディで相手を沈め、右が終わった、ダウンを奪いました。第1ラウンドにいきなりダウンを奪ったリナレス、右のストレートが顔面を捉えた。ウラピンがたまらず手をつきました。第1ラウンドいきなりダウンを奪ったリナレス、さあ第1ラウンドいきなりダウンを奪いました。デビュー戦は1ラウンドに KO 勝ちを収めているリナレス、さあプロ2戦目も1ラウンド KO ということがあるのか。さあこの集めていく左フック、しかし慌てることはありません。じっくりと相手を見て距離を詰めていこうというところ。ウォラピンのボディ、再び右、速いパンチを持っていますリナレス、動きはない、右のフック、そして左、右のボディ、動きのないところからいきなり速いパンチを打っていきますリナレスです。右を伸ばすウォラピン、左を当てる、しっかりとガードをしていこうというリナレス、足を使ってフェイントも加えていきます。とても17歳とは思えない落ち着いた試合ぶりです。残り30秒きた第1ラウンド、第1ラウンドにダウンを奪っているリナレス、ワンツー、右のストレート、左ジャブですらその威力を感じさせます。ジャブを当てる、中に入ってくるウォラピン、ジャブをついてステップしていく、ワンツー、サウスポー構えのウォラピンです。第1ラウンド終了です。第1ラウンドいきなりダウンを奪っています。第1ラウンドいきなりそのアマチュアでのキャリアを思わせる右のストレート、顎に当てていきました。第3ラウンドが始まっています。回っていくように右のストレート、左のボディを返す、一発一発力を込めて打っていきますウォラピン、このパンチをかわしながら自らの左を打っていきたい、左のフック、左です、左フック、さあ、この付近、左のフックだ、力で押し返していこうというウォラピン、右の左のフック、ボディから右のストレート、左フック、ミーラッパー、左速いパンチを打ちます。スーパーバンタム級のリミットで行われているこの試合、6回戦で行われます。試合は第5ラウンド、左の重いパンチ、両者とも3ラウンド以降右のストレート、お互いの得意とする形でボクシングを進めています。左ワンツー、右、さあいい右が当たった、リナレスが詰めていくか、左ボディから右のボディ、距離を詰めていく、残りは時間わずかになった。第5ラウンド終了です。残すは最終第6ラウンドということになります。さあ最終第6ラウンド、ボディから左フック、いいボディが第5ラウンドに渡っています。しかしそのボディを浴びてもしっかりこらえているのはワラピン、かなり強烈なボディはかなり何度も浴びています。左フック、カウンター気味に当たりました。
しかしここはこらえているオラピン。第1ラウンドではダウンを消しましたが、しかしそれ以降はパンチを浴びてもダウンをすることはありません。オラピンです。イロソレト思わず後ろにのけぞります。内輪に左を狙ってくる。速いジャブから距離を詰めていこうというリナです。左ボディジャブを打つオラピン。左ボディミロスレト。さあ残り30秒切りました。最終ラウンドを30秒切っています。今日がプロ2戦目、ベネズエラのホルヘリナです。狙っていこうというところ。さあ残り時間は少なくなりました。プロ2戦目を勝利で飾ろうというリナです。前に出ていく、距離を詰めていくが、ここで試合終了です。最終第6ラウンドまで戦い抜きました両者。タイのランカーとそしてベネズエラの新星、お互いの長所を出し合ったこの試合、試合の結果は判定ということになりました。試合の結果は判定、その判定がまもなく勝者読み上げられます。勝者赤コーナーリナです。勝ったのはベネズエラのホルヘリナです。第1ラウンドにダウンを奪いました。第3ラウンド以降もその伸びる左のジャブを生かしながら試合をコントロールしていきました。タイのランカー相手に勝利を収めました。プロ2戦目のホルヘリナです。